まるで宇宙基地みたいだね。もしくはお母様が補給品を隠す。確かに似てる。背中をゼーレンに任せる日が来るとはブローニャは思ってもいませんでした。ありがとう。ブローニャお姉ちゃんの力になれてゼーレンは嬉しいよ。強がらないで。緊張して手汗が止まらないんでしょ。ブローニャお姉ちゃんは緊張したりするの？ええ、もちろん。アインシュタイン博士が具体的な計画を考えてくれましたが、敵の情報はまだ完全ではありません。それでもブローニャたちは全力で戦わないといけません。ゼーレは普段の訓練をちゃんとクリアしていますから。漁師の海にいた時もゼーレはブローニャを救ってくれたではありませんか。あれは。あら、ゼーレはすごいわね。全部ゼーレ一人のおかげよね。うん、どうかしたんですか、ゼーレ。うん、なんでもないよ。ブローニャお姉ちゃんに話したいことがあるの。何ですか？ブローニャお姉ちゃんには孤児院にいた頃に教えるべきだったんだけど。ちょっと、ゼーレ。漁師の海で生きてこれたのも、お姉ちゃんを助けたのも、本当はゼーレ一人の力じゃないの。ちょっと、バカゼーレ。今はそんな話をしてる場合じゃないでしょ。待ってください、ゼーレ。ん？何か言います。あれは、倉庫にあった廃棄された気候？まだ残ってたの？でも、あんな風にボロボロになった気候を操って、何ができるの？基地が破壊されないように、まずは気候を鎮圧しましょう。博士たちが悲しまないといいんですが。まったく、毎回変なものばかり使うわね。支配の律じゃ、嫌なやつだわ。あれは。ゼーレ、あそこ、何か変よ。変？嫌な気配を感じる。あの劇場の気配よ。じゃあ、ブローニャお姉ちゃんと一緒に調べてくるよ。気をつけて、罠かもしれないわ。ブローニャお姉ちゃん、あそこに何かがあるみたい。あれは空間の隙間。どうして基地にそんなものが。罠かもしれません。万が一に備えて先制攻撃を仕掛けましょう。お客さん、劇場内では大きな声を出さないように。これはゼレ。まずいよまずいよ、姉妹がまた離れ離れになったよ。人形、いや律者ですね。ようこそ我が支配劇場へ。本日の司会のジェリー・バーベルだ。皆さんお静かに、第一幕がもうすぐ始まるよ。ここがゼーレの言ってた支配劇場。この感覚、初めて漁師の海に入った時と似ていますが。ちょっと何キョロキョロしてるの。あの臆病者の妹を探してるんだね。安心して、誰もここから逃げられないよ。彼女はあなたと違って役に立つから、殺したりはしない。しばらくはね。やっぱりゼーレもこの劇場のどこかにいるんですね。
さてさて、そろそろ皆さん待ちわびてることでしょう。本日の主役をご紹介します。断りの律者、崩壊の一人目の裏切り者、虫けらどもの文明の守護者。その上、目の前にいるこのお嬢さんが一番失敗してる。まずは彼女の人生を振り返ってみよう。ブローニャ在地区、シベリア出身。ハイライトまで飛ばそうか。言葉にする価値もない病床生活を経た後、彼女はめでたく しかし、その律者コアを手に入れた後、彼女は一度も勝っていないのだ。ヨルムンガンドのリーダーに負け、漁師の海に囚われ、四季の律者を前にした時なんてそのまま気絶した。おっとすまない、司会者は笑っちゃダメだった。つい我慢できなかったよ。しかし皆さん、彼女は自分がすごいと思ってるようだ。彼女が今日までやってこれたのはただ運が良かっただけ。彼女の同級生を見てみよう。彼女より弱いやつなんている？彼女はベルトの名前を受け継ぐに値しない存在。よくわかってますね。まるでずっと見てきたかのようです。司会者として登場人物の情報を予習するのは当たり前だよ。安心して、言い間違えたりしないよ。でさ、そのコアがなかったら、あなたも私たちと同じ。もし私に断りの律者のコアがあったら、あなたよりずっとうまくやれる。四季の律、やれやれ、いっそコアを私に渡してくれたら、私が代わりに崩壊と戦ってやろうか。どう？トークショーは終わりましたか。ジェリー・バーベラ、ブローニャの記憶が正しければ、この名前は失踪者リストにあります。あなたは彼を演じてるんですか？それとも、あなたが彼なんですか？おいおい、あなたの失敗まみれの人生をきれいにまとめてやったのに、感謝の言葉もないの？そうですね。ありがとうございました。あなたのおかげで、いろいろわかりました。なんだと？ただ、このコアは渡せない。ブローニャには、まだコアが必要です。それに、そもそもジョークを言うのに、律者コアは必要ないですよね。演目開始。ご覧ください、これが裏切り者の姿、これが断りの律者の結末だ。落ち着いて、敵の構造を解析して、敵の弱点を分。この人形は感情的です。このチャンスを利用して情報をもっと手に入れないと。おや、バイクはどうしたんだ？四季の律者みたいにバイクから引きずり下ろしてやるよ。相手は空の律者じゃないから、空間を操る力はないはずです。この劇場はある力の付属。もしゼーレもあの隙間に巻き込まれたのなら、この劇場のどこかにいるはず。戦闘中はなるべく移動を多くしましょう。ゼーレと合流できるか。何逃げてるんだ。この劇場からは出られないよ。逃げ回るな。ここはウサギの巣穴じゃないんだ。あなたよりウサギの方がずっと可愛いです。
完了。そろそろエンディングの時間だ。同感です。そろそろ茶番を終わりにしましょう。あー痛い。殺すつもりで殴ってきたな。ひどい、ひどいよブローニャ。何が正義の味方だよ。でもこの時を待ってたんだ。観客の皆さんも待ちくたびれたかな。今私の犠牲で皆さんに終幕を。お断りの律者に死刑を宣告しよう。ジ・エンドだ。攻撃されてから力がどんどん消えていって。まずい。敵は予想よりもずっと危険です。あの人形は消えました。早くここを脱出しましょう。ないでください。罠かもしれません。罠罠ね。そうだ、全部罠だ。もうやってらんない。復讐して、私がいなくなったら会社がどんな風になるか、あいつら全員に思い知らせてやる。後悔させてやる。Thank you.
してどうしてどうしてどうしてまた変えるの。もう何回変えたと思う。何が大きくすると同時に小さくする。何が彩り豊かな黒よ。自分で描いてくれる。もういい、もういいよ、諦める。私には才能がない。デザイナーなんてなるんじゃなかった。生まれてこなければよかった。私の人生はただの笑い話よ。最悪な喜劇。お父さんもお母さんもおじさんもおばさんもお姉ちゃんの方が好き。先生たちもお姉ちゃんの方が好き。いつもお姉さんは正解できるのにどうしてあなたはできないのって言われる。プレゼント選びだっていつもお姉ちゃんが先に選んで私は残り物ばかり。私はお姉ちゃんの影だけじゃない。あ、お姉ちゃんが消えたらお父さんもお母さんも。お姉ちゃんが消えてくれればよかったのに。ブローニャお姉ちゃん、おかしいよ。あの人形たち、元は普通の人間みたいなのに、どうしてこんな風になっちゃったんだろう。いえ、あれは大獣律者、人間ではありません。奴らは人類の思考を盗み、人類を模倣しているだけ。崩壊の…でも、人形たちが話した経験、苦痛はゼーレたちの知らない誰かの身に起きたことだよね。その人の心には絶望が…ゼーレ、惑わされてはいけません。誰にだって辛い経験や悲しい記憶はあります。それでも幸せや感動、楽しい時だってあるんです。でも、この人形たちは違います。奴らはまるで、負の感情を無限に増幅した極端な姿です。ここにも出口がない。どういうことなの？ここの空間は繋がっていないみたいです。あっちに行ってみましょう。ここは最初ゼーレが入った時の場所。ゼーレたち元の場所に戻ってほしいよ。出口が見つからない。大丈夫、他に方法があるはずです。人形が隙間を開けてブローニャたちを招き入れたからにはきっとこの劇場から出る方ブローニャお姉ちゃん気をつけて。人形が増えた。の犠牲に感謝しないと。万歳万歳。バカね、あんな汚らわしい裏切り者そのまま殺してしまえばいいのに。殺しちゃダメ殺しちゃダメ。殺したら新しいおもちゃがなくなる私も遊びたい遊びたい。私の新しいおもちゃ、みんなの新しいおもちゃへい。え、なんだ、ナイフしか出せない。つまんないな。使いこなせてないからよ。次は私の番。わあ、チェーンソーだ、すごい。どうして？あれは
断りの律者の力。ブロニーお姉ちゃん、どうしたの？この感覚、やはりあなたたち。気づいた気づいた。ちょっと借りただけよ、ケチね。奪ってない奪ってないよ。ほら、対価はあなたが支払ってるでしょ。それってあなたたちがブローニャお姉ちゃんの力を使ってるのに、その代価はお姉ちゃんが負担してるってこと？当たり当たり。私たちは支配の律者だから。ありがとう。これでもっと強くなったわ。なるほど、これが奴らの本当の目的。キアナと別行動にしたのは正解ですね。もし空の律者の力まで奪われていたら大変なことに。無駄だ無駄だ、何しても無駄だよ。あなたたちは逃げられない。ずっとここに閉じ込められるの。泣けばいい。絶望して悲鳴を上げればいい。そして次の人形になって支配劇場で。大獣律者はまだ断りの律者の力を自由に扱えないみたいです。このチャンスを逃。でもあれはブローニャお姉ちゃんの力取り返さないと。悔しいですが、ここで大獣律者を全て倒すのは無理です。大丈夫ですゼーレ、ブローニャは別に律者コアを頼りにここまでやってきたわけではあり、断りの律者の本当の力は目の前のものを観察し分析して、その律者の力を使えなく。ブローニャ、先ほどブローニャが話したことはまだ覚えていますか？ブローニャが重装ウサギで隙間の解放位置を計算します。その間の護衛をお願いしますゼーレ。うん、任せて。絶対にブローニャお姉ちゃんを守りきるから。空間には不安定で脆い箇所があります。そこを集中攻撃すれば出口を作れるかもしれません。本当に？よかった。じゃあ早く。許せない許せない許せない。許せない許せない。何？人形たちの勢いが急に増した。許せない許せない許せない。ここに閉じ込められるべきだ。永遠にね、死ぬまでずっと。どうして台本通りにやってくれないの？決まった台本だ。誰も逃げられない。逃げてはならない。逃げることは許されない。どうして無駄な抗いをする？どうして無意味な犯行を続ける？あなたたちは支配劇場の人形なのに。人形に人形呼ばわりされるとは皮肉です。あなたたちにブローニャお姉ちゃんは傷つけさせないよ。
なってる。でもそれはあることを証明しています。ブローニャたちの判断が正しいということを。あそこから外に出られるのは間違いありません。だから慌ててブローニャたちを攻撃してくるのでしょう。きっとゼールたちが怖いんだね。このチャンスをものにしないと。ブローニャお姉ちゃん、その手これは空間が体を侵食してる。しかしどうしてリツシャコアとのつながりが中断されたからでしょうか。まずい。これ以上ここにいるともっと大変なことに。ゼーレも影響を受けるかもしれません。急いでここを出ないと。ブローニャお姉ちゃん、戦闘はゼーレに任せて。必ず必ずお姉ちゃんを。デスティネーションロックオン、見つけました。あそこです。あの台はゼーレが初めて支配劇場に入った時にいた場所。やっぱりあそこは特別だったんだ。あそこが支配劇場の本当。許せない。どうやら向こうも簡単に逃がしてくれるつもりはないよ。でもここに閉じ込められるわけにはいかないの。まだ大丈夫です。ゼーレ、出口を開けてください。よし、ここだ。
場の主は何が何でも私たちを閉じ込めるつもりね。大事ウリツちゃんのやつ、こんな卑劣な手段ばっかり使って。時間がない。このままだとお姉ちゃんが。ねえ、もう一人の私、前回はどうやって私を連れて逃げたの？今と同じよ。でもあの時はまだ劇場の主がそんなに警戒してなかった。だから簡単に出口が開いたの。でも今回は違う。創生の力を使ったとしても成功するかどうかわからない。でもチャンスがないわけじゃないんだよね。もう一人の私、あなたはゼーレとは違う。ゼーレはまだこの体の力を全部使えないけど、あなたならできる。だからあなたは漁師の海でゼーレを守ってくれた。だからあなたはゼーレが気づけない出口に気づけた。もし今突破口を作る可能性があるとしたら、それはきっとあなたが握ってる。何を言ってるの？努力して自立するって言ったのに、こんなお願いするのは矛盾してるかもしれないけど、今はゼーレの気持ちよりも大事なものがある。自分の足りないところを認めるのは別に恥ずかしいことじゃない。それに相手は一番信頼してるあなただもん。ゼーレ。だからお願い、もう一人の私。この程度なの？本当のゲームこれからに。取引？土足で踏み込んでくるような人と取引すると思うの？ここから出す。どうやって？何ですって？いいわ。あなたの提案を。
を受け入れてあげる。でも約束は必ず守ってもらうわ。ヘビと取引ね。いつかゼーレとヘビって偶話ができるかもね。あなたって人は本当にいつも予想の斜め上を行くんだから、体の主導権を私に渡すなんて、そんなに私を信頼してるの？もちろんだよ。最初からあなたを信頼してるもん。だってゼーレはずっとあなたを見てきたから。あなたがゼだから今回は体を完全にあなたに渡して、ゼーレはしばらく意識の一番深いところで眠るつもり。そうしたらゼーレに負担をかける心配もなく、思いっきり力が使えるでしょ。ちょっとゼーレ、自分が何言ってるかちゃんと分かってるの？こんなタイミングで私が表に出たら、周りの人が私の存在を知ってしまうわよ。いいの、前からみんなに紹介したかったから。化け物だって嫌われて疎まれるかも。そうしたら後悔することになるわよ。ううん、きっとみんなは受け入れてくれるよ。みんながゼーレを受け入れたように。主導権を完全に私に渡したら、しばらくは前みたいに強制的に人格を切り替えられなくなるわ。うん、知ってるよ。私が力を全部解放したら何が起きるか私もわからないのよ。うん、大丈夫。もし私が意識の奥にいるあなたを呼び覚ますことを拒絶したら、あなたは二度と目覚めることなく永遠に眠ることになるわ。うん、わかってるよ。私が大暴れして大事な友達をいじめて大好きなブローニャお姉ちゃんにひどいことしても阻止できないわよ。あなたは信じてるから。あなたはそんなことしない。はあ、あなたみたいな甘いおバカさんがどうやって今まで生きてこれたのかしら。あなたがいたから、ブローニャお姉ちゃんとキアナがいたから、そしてたくさんの優しい人たちがいたから。しょうがないわね。わかったわ。たかが扉でしょ。開けてみせるわ。扉に全力を出してあげる。じゃあお願いね。あ、そうだ。ん？まだ教えてくれてないよね。何のこと？前に聞いたでしょ？好きな名前を。あなたの好きな名前で、あなたを呼びたいの。ゼーレ。ん？ゼーレはここにいるよ。だから、それが私の好きな名前よ。お、一つの体を共有してるんだから、名前を共有しても悪くないかなって思っただけよ。他の意味はないから。じゃあ、あとはお願いね、ゼーレ。はいはい、わかってるわ。任せなさい、ゼーレ。お願い、ゼーレ。しょうがないわね。任せて、ゼーレ。さあ、遊びましょう。くれぐれも壊されないようにね。